2008年3月5日、突如としてこのような書き込みがなされた。相談させてください。嫁が子供を連れて出て行きました。理由は、自分が子供をちゃんと見ていなくて怪我をさせたからです。それで、家事も手伝わない上に、子供を数分も見てられないならお前なんかいらん。と。反省しているし、また3人で暮らしたいです。自分35歳会社員600万円。妻30歳専用。子9ヶ月男の子。結婚3年。賃貸。両親とは別居。酒ギャンブルタバコなし。浮気も一度もない。子供が怪我をしたのは、妻が夕食後に食器を洗っていた時いつも自分が見てることになってるんですが、ついテレビばかり見てしまい、妻が危ない、と声をかけて気づくことが多いです。今回は、バウンサーに乗せていたのですが、ベルトをかけないままで、自分がテレビに夢中になっていて子供が落ちました。病院に行ったら、心配ないと言われたので、よかったな、と妻に言ったら、殴られて、凶器のようになりました。今は実家に帰っています。これからは気をつけるし、戻ってきてほしいです。いや、お前みたいなタイプは絶対、次も気をつけないと思うよ、正直。というか、世の中には、次がないこと、一回で全てが終わりになることもあるんだ。同意。いつも自分が見てることになってるんですが、ついテレビばかり見てしまい、妻が危ない、と声をかけて気づくことが多いです。ってことは、今まで何度もあったんだよね。バカか。バウンサーの中では、テレビ子供、死ねよ。バウンサーは離婚したらテレビいっぱい見られるよ、よかったね。いきなり出て行ったりはしないだろ。前科があるはずだ。思い出す限りの全てを晒せ。子9ヶ月男の子。いくら嫁が専用だからといっても、嫁一人で子供を24時間監視するのは無理。お手伝い雇えばいいんじゃね。バウンサーの興味も対象、テレビ、子供。そりゃ嫁も出ていくわ。嫁も妊娠中とか産後にも鍵しなかった。里帰り出産中に自分家をお部屋にした含む。って気がするな、こいつ。子供の様子を見ていて、危ないなぁと思ったら、普通事前に止めるだろう。嫁に言われた通り、ただ、子供を見ている、だけなのか？いや、見てるのはテレビ。他に思い当たること、というか、以前に妻の体調があまり良くないのに、無理して掃除や洗濯をしようとしといたので、無理しなくていいぞ、と言ったら、無理してでもやらないとたまる一方だから、と言われました。妻には妻のやり方があるだろうと思って手を出さなかったけれど、やればよかったんでしょうか。あと食器洗いは、やろうか？と聞いても、いい、と断られました。子供は可愛いですよ。嫁は子供のお守りして。テレビはバウンサーのお守りして。これで円満解決なんだから別れてやれよ。無理しなくていいぞ、と言ったら、またこれかよ。はいはい、それ嫌いだから。一生うねにも垂れるから。子供は可愛いですよ。でもテレビはもっと可愛いです。バウンサーの嫁は9ヶ月の子の面倒で忙しいのにでかい子供の世話まであっとれんわ。って感じなんだろうな。無理しなくていいぞ。じゃなくて、俺がやるよ、と言うべきだったな。お疲れ。無理しなくていいぞ、と言ったら無理してでもやらないとたまる一方だから、と言われました。出た。これもどこが悪いのか理解できないと嫁さん帰ってくれないよ。またテンプレやろうか。妻には妻のやり方があるだろうと思って手を出さなかったけれど、やればよかったんでしょうか。あと食器洗いは、やろうか？と聞いても、いい、と断られました。言い訳のつもりか。やればよかったでしょうか、じゃなくてやれよ。もう遅いけど。こういう積み重ねがあった上に子供の扱いもいい加減じゃキレられて当然だ。嫁が病気の時は何もせず嫁が元気な時に自分の毛が抜いたから鍵をやろうとする。それじゃ嫁が怒るのも仕方ないよ。で、バウンサーは自分が何をすればいいと思うか？でも、やろうか？と聞いたんだからしんどいなら、頼ってくれればよかったのに、と思います。怪我だってわざとさせたわけじゃないです。むしろ、自分が殴られて超痛いです。妻が里帰りの時は、自分も自分の実家に行っていたので部屋は怪我していません。死ね。ダメだこや。ある意味いつもの寺の風景だが。9ヶ月の子を怪我させて、殴られて被害者面ですか？こりゃどうしようもねえわ。で、その、わざとじゃないもん大した怪我じゃなかったもん。でもが、態度ににじみ出てたから、嫁が怒ったんだと思うよ。で、お前は実際、嫁がやる通りに掃除や洗濯ができるのか？方法がわからないからやらなかった、って言ってなかったか？それでどうやって頼るんだ？お前は職場で、重要な仕事を昨日来たバイトに気楽に任せるか？我が子を怪我させていることがそれか。お前見込みないよ。
妻が里帰りの時は、義分も義分も実家に行っていたので部屋は怪我していません。いや、それ嫁的には別にプラスにカウントされてないから。つか、お部屋の次くらいにマイナスポイントだから。怪我なってわざとさせたわけじゃないです。当たり前なボケ。嫁なってそれぐらいわかってて怒ってるんだ。数ヶ月の子供を見るってのは真剣な仕事な。例えば保育士がその言い訳で通ると思ってるのか。一番問題なのは、子供が怪我して落ちたことよりも子供怪我させて嫁が出ていくまで家族の問題に気づいていないってことなんだけどな。家事はできない、子守はやらない、思いやりさえないお前に嫁はずっと不満貯めてたんだろう。理解できるか？バウンサー。自分がするべきこと。子供を見てるときはテレビに夢中にならない。嫁の体調が悪いときは、やろうか？ではなく、やるから座ってろ、寝てろといい家事をする。あとはどうしたらいいでしょうか？ダメだこいつ。何もわかってないぞ。かわいい我が子を怪我させた反省はないのかよ。殴られて当然だな。こりゃ嫁が逃げるわけな。お前それ嫁が実家帰っちゃって、ここでみんなに叩かれてるから、口先だけで言ってるだろ？心の片隅で、嫁もいちいち大げさな、って、思ってるだろ？かけてもいいけど、絶対またお前はテレビに夢中になって嫁に呆れられるよ。子供を見てるときはテレビに夢中にならない。ダメだ。もう二度と子供は任せてもらえないだろう。家事を完璧にマスターしろ。お前が家にいるときは嫁が子供を見てお前が全て家事をやれ。可能性があるとすればそれだけ。家事ができるかどうかってのは、あんま問題じゃないと思う。嫁は専業なんだし、基本家事は専業主婦がやるべきだよ。問題の根っこはもっと深くて、バウンサーの子供に対する真剣度が嫁のそれに対して、とんでもなく足りていないってことだ。嫁が何に一番腹立たしいかって、絶対それだと思う。けどそれは、口で、子供を大事にします、なんつってどうにかなるもんじゃない。バウンサーも全然わかってないみたいだしな。多分子供のことだけじゃなくて、口先だけで真剣味が足りない、ってのが全てに現れてるんだと思うよ。嫁が断ること前提ね。皿洗いやろうかとか、ね。俺はやろうとしたのに嫁が断ったんだ、となる。病院に行ったら、心配ないと言われたので、よかったな、と妻に言ったら。すげえ他人事。怪我させた本人のセリフじゃない。妻、怒って当然だろ。バウンサーって、いつもそんな無神経なのか？せめて、よかった、だろうにな。だよな。責任感があるならすまんかっただろ。嫁が家事が完璧かといえばそうでもないと思う。部屋も掃除機はかけてても、子供のおもちゃで散らかってるし。だが、休みの日に自分がやるとしたら妻のようにはできないと思う。脱いだものはちゃんと洗濯機に入れてる。自分はマザコンなのでしょうか？母は妻と仲は悪くないです。月に一回程度はいますが、優しいお母さんでよかったと、妻はいつも言います。嫁が家事が完璧かといえばそうでもないと思う。部屋も掃除機はかけてても、子供のおもちゃで散らかってるし。ダメだわ、お前。脱いだものはちゃんと洗濯機に入れてる。脱いだものはちゃんと洗濯機に入れてる。脱いだものはちゃんと洗濯機に入れてる。ゴミ出しより低レベルな自慢。誰も嫁の家事が完璧とは言ってない。お前が完璧にやれと言ってるだけ。うん、もういいよバウンサー。お前特に今の自分に危機感持ってないだろ。なんでこんなことで嫁が寝てったの？ぐらいの感覚しかないんだろ。もう嫁に愛想つかされてるよ。あまりにも頼りにならなくて。マザコンなよ。自分一人の面倒すら見れず実家にとんぼ帰りか。とても家庭を持った人間には見えないな。んで自分一人の面倒すら見れないやからが子供をちゃんと面倒見れるとは全く思わない。バウンサーに質問。1、嫁が病院に子供連れて行った時はどうしていた？同行？2、バウンサーに乗せたのは誰？どうしてベルトしなかったんだ？3、普段の家事、育児貢献度は？バウンサー実家と、嫁実家の距離、バウンサー実家と、嫁実家への帰省の頻度、バウンサー実家に月1回行く理由。1、自分が運転して連れて行った。2、自分がバウンサーに乗せた。紐を止めると泣くから、閉めなかった。3、自分がやっているのは布団の上げ下ろし、ゴミ出し。家事に入らないかな。実家の距離。妻、車で20分くらい。自分、車で1時間くらい。帰省の頻度。妻実家、妻は子供とちょくちょく行っているようだ。自分が行くのは盆正月。自分実家、月1回。妻子も一緒です。双方両親が子供に会いたがっているから。お互いに親から自立しろ、嫁もだ。いや嫁は今の状況なら息抜きにも帰省は必要だろう。
旦那がこれなし。はい、ゴミなし出ました。嫁実家の方が近いんだから実家と同じペースで行けよ。バウンサーの実家に行くのは嫁同行なのはなぜだ？バウンサーも月一で嫁実家に行くべきだろ。今、家にいますよ。あと実家帰ったのは、母親が申し出たら、嫁がお願いしますと言ったから、その方妻にとっていいと思いました。紐を止めると泣くから、いるよな。泣かれると、に、ぐ、ん、が、嫌だからチャイルドシートやらないバカ親。あれと同じ。子供の安全はどうでもいいんだろう。それが神さんを怒らせた原因やね。自分がバウンサーに乗せた。紐を止めると泣くから、閉めなかった。そうそう、泣くとテレビの音が聞こえないからな。嫁に泣き止ませてもらわなくちゃいけなくなるしな。妻実家は、妻が、親は子供がいればいいみたい。正直私もいらないくらいよ。あなたも気を使うでしょ。というから言ってないです。自分の実家は、子供は妻がいないと泣いて仕方ないのです。すごく叩かれていますね。子供を怪我させたのも反省していますが、自分はこれがなくても妻は逃げてしまったんでしょうか。まあせっかく気がついたんだからこれを機に普段の生活態度や夫婦関係を見直せよ。今回がなくてもいずれ怪我させたよ。母親が申し出たら、嫁がお願いしますと言ったから母親が申し出たら母親が申し出たら。お母ちゃんが全部悪いんです。ベルト締めなかったのも子供が嫌がったから悪いんですよ。お前はどうだったんだよ。母ちゃんとか嫁とか赤子の意向じゃなくて。お前はどうしたかったんだ？それが聞きたいんだが。このゴミを呼んで嫁に責任転嫁かよ。子供の怪我はきっかけであって、遅くない時期に逃げられてたと思われ。自分はこれがなくても妻は逃げてしまったんでしょうか。やっと気づいたか。少しは脳みそがあるみたいだな。子供は、妻べったりで寂しいです。自分が抱っこしても、妻の顔ばかり探します。母親にも甘えすぎてました。家事は洗濯から始めてみます。そや日頃、お前が構ってやってないからだろ。放置してテレビ見てや、子供が懐くわけがない。ま、誠意を見せれば今回は帰ってくれるんじゃないか。でも、それで安心すると次で完璧に逃げられるぞ。バウは原因と結果を把握する。これから行おうとすることにも原因があり、その結果がどうなるかを予測し、いい結果を出すための方法を逆引きする。わかったか？1、今までも嫁が、危ない、と叫んだことがあったそうだが、どんな時だ？ 2、お前やお前実家と嫁とで育児で意見が分かれたことは？ 3、嫁の病気の時や産前、産後の世話は誰がした？その時の食事は誰が？ 4、今までに DV もしくはそれに類似する行為は？後出し禁止条項でこれだけ抜けてる。1、子供が座っていて、後ろに倒れそうになった時など。2、嫁の意見第1です。3、妊娠中、妻が熱を出しましたが自分は休めないので、妻母が来てくれました。産前産後も妻母です。4、殴ったり怒鳴ったりは全くなし。嫁第一とかでなくて、どういう点で意見が分かれて地雷踏みかけたか聞いてるんだが。いや、こいつ何も知識なくて当然意見もなくて、嫁が何か言ったらふんふん生返事してるだけなんじゃね。そう思うんだ。だからまた同じことで失敗して地雷踏みそうで怖い。それで嫁が怒るだけならいいが子供が犠牲になるとなると防ぎたいよな。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。